ラダルじゃないんだぞ。ちゃんとパンクシューリグッズが入ってるんや。お、で抜けました。やらなあかんことがあって、何でパンクしたかって原因を絶対探さなの。例えばそれをせずにチューブ交換しちゃうとまたパンクするんやって。なぜかっていうと、ここに例えばガラスの破片が貫通しててタイヤに刺さってると。そのためにまあマミの携帯ツールの中には手袋が入ってるからこれ大丈夫なんだけど、まあ今はこれ大丈夫だから手でこうやってなぞるようにする。原因がわからない場合ですね、明らかあからさまにここに穴開いてるとかやったら、もうここに間違いなく石が噛んでるとか、まあ、もしくはリム打ちパンクとかいろいろ余裕もあるんやけど、まあ、とりあえず異物が何かないか、何もこうやって絶対こうやって探す。で、異物があればそれを抜く。で、何もないことを確認したら次はバルブを入れます。新品のチューブってこんな感じでね、すっごいぺっちゃんこなの。もう空気全く入ってなくて、チューブ新しいの交換するときに登場するのがこれ、携帯ポーチ。最初チューブぺったんこだから、まず先ほど言ったように新しいチューブこうやってしまってるから、まずこうやって開放してあげます。バルブを開放してあげます。で、こうまっすぐ刺すと、したらこれを上に引き上げる。で、ちょっと空気入れてあげましょう。大変ね、ちょっとでいい。ちょっとこうやって膨らむぐらい、これ入れすぎなので、抜く。やってみましょう。まっすぐ刺してね、緩めて、バルブ丸緩めて、すぐ刺して、じゃあこれをさっきと逆の手順だから、逆の手順なんで刺すの。で、リア側ね、これリア側言っとくと、スプロケットは反対側の方がいいよ。理由がスプロケット側だと、これね、こうやって当たって油がついたり、あと尖ってるじゃん、いいよね、またこれチューブダメになっちゃったりする可能性があるから、自分はこっち側でやってます。はい、じゃあまずやることは何でしょう。さっきと逆の手順、刺す、こうやってちゃんと出してまっすぐ刺す。で、空気入れた理由っていうのが、空気ちょっとだけ入れるとこうやってなんだろう、形を作りやすいんだよね。ちゃんこやってこうダラーンってなっちゃうから、で、このちょっと空気が入った状態でタイヤの中に入れてあげましょう。こうやって入れたらいい。バルブをちゃんと奥まで刺してからこうやって、まあ、なんとなく入ればとりあえず。で、次ね、次は簡単な話でもうタイヤはめておしまい。で、その時次はバルブと反対側を上にする。OK？ そしたらタイヤを手ではめていきましょう。チューブ噛まないように、水を入れる感じね。そう、バルブと反対側からね。で、こうやって、まあ、入れ方いろいろあるけど、こうやって私は入れる。で、ちょっと空気が今度は何、チューブの空気入ってるところが邪魔やなと思ったら抜いてやる。ここで、まあ、それ好みね。で、徐々にこういう風に最後に最後にバルブの方来るといいんやって。こうやって両端からやるといい。
バルブ最後じゃないとダメな理由があって説明するけど、ここは動かさずにこうしたらいいってこと？はい、いったね。待って、こういう状況ね。まだいけてないよ。まだいけてないよ、これ。いけてない？硬いよ。硬い、まあ、これを手のひらでこうやってはめるんだけど、痛いよ。をこうやって真ん中に寄せてやる。わかる？こうやってつまんで、でこうやってちょっと伸ばしながらね、こうもみもみしながら真ん中に、こういう動き、こうやってもみもみしながら両端からこっちに向かっていくと、徐々にこれがはまるようになってる。何回もこうやってやると、こうやって近くで伸ばしながらね、かつこっち側に、こっち側に伸ばしながらビードを真ん中に寄せてやる。そうすると真ん中のくぼみのとこに行くから、その分ここにクリアランスが生まれるんで、マミに教えたいのは、ここのバルブの反対からこうやってもみもみしながら真ん中に、こうやって下にやってくる。こうやって、あ、そうすると、そう、両端から、そうで、この時力抜いたらあかん。そうするともうこの時点でもうはまる手前まで行くんで、でこっからが力技で、もうキュッキュッってやると、ほら完成。やりたかったんや。いや、何回もやってよ。ちなみにこの前日の撮影で僕何回もやってる動画もぜひ見てくださいね。多分それやと、このこういう感じやと、こっちから抜けてると思う。押すようにこうやって、こうやな、うん、だからリム傷つけんように気をつけてね。ほいほい、下ですね。あ、ほら、さっきよりは来たやろ。来た、来た、来た。行け、行け、押せ。あ、え、行けた。すごい。できた、できた。まあ、これはちょっとそんなに難しくなかったね。で、タイヤによっては硬いのもあるから。まあ、やり方はこんだけで、最後にね、最後まで来たらパンク修理の最後のやり方まで教えるんやけど、でその次は、まあ、普通は何する、もう終わりで空気入れておしまい、はい、正解なんだけど、その時にこのタイヤのビートとチューブが噛んでないかっていうのをこう目視で確認してください。一周、その理由わかる？このままもしチューブがここの間とか、金属と金属の部分とタイヤの部分挟んでたら、そのまま膨らますと風船みたいにここが圧迫されてパーンって割れるから、その時はすごい破裂音するから、だからこうやってちゃんとバルブを起点にこう左右見て、チューブが出てないか、ここチューブが出てないかを見ればいい。そうそうそう、ちゃんとチューブがこのタイヤの中に収まってるかをしてください。で最後にこれね、その時は携帯ポンプしか持ってないでしょ、基本。もしくは、ね、自転車の聖地だとこういう風にコンビニとかで貸し出しがあるから、その時はそれを使うんだけど、それはないから、まあ、その時バルブを押してた方がいいかな。こうして、タイヤね、入れて、まあ、こうやって、はい。もう、とりあえず応急処置で、何バール入ったか分からんけど、硬くなるまでこうやって、で、硬くなりました、とするじゃん。そしたら、バルブを閉める。おしまい。では、あっ、パンクした。え、あ、やばいやばい、チューブ交換しなきゃ。やばいやばい、パンクした。また？パンクした、パンクした、また？パンクしたって。まずまずない、あ、あ、パンクどこしたんやろうって、まあとりあえず探すじゃん。あ、大変や、後続車がみんな行ってしまうで。助けて。あ、やばいやばいやばい、誰か助けて。制限時間内にゴールできんやん。助けてよ、フォークの上のことで、
もうちょっと近めでやった方がいいよ。こんな刺さらんかったら。こうだな。あ、出た。よし、真ん中落ちた。そしたら、パンク修理の原因をタイヤなぞるようにして絶対確認で、その時に今地面にリムが当たってるから傷つけてるよ、オイルは。ここ？うん、なるべくコンクリートの上だと本当に傷つくから。はい、で新しいチューブ出す。しょうがねえな。絶対僕のホイールがガリ傷できてる気がする。ちょっと空気を入れてやる。そんぐらいでいいよ。閉じる、抜く、ちょっと締める。押しちゃうとね、空気出ちゃうから。抜けたんじゃん。いいよ、でもそれぐらいでいいよ。ちょっと形ができれば。逆にいっぱい入ってるとはまりづらいから。こう追い、こっち出てるからこう追いかぶすような形でいいよ。わざわざ金属なにホイールの中に入れなくてかぶせるような感じで最初は。はい、OK、とりあえず それでね。ルームと反対側からカーン。はい、いいね。お、浮いてきた。したらもう一回もみもみぎゅっぎゅ、もみもみぎゅっぎゅ、もみもみぎゅっぎゅ、もみもみぎゅっぎゅ。クラッチ、クラッチ、手のひらでやるやん。指より手のひらの方がいい。そう、あれ、もう一回真ん中に寄せて、真ん中に寄せて、ビードを真ん中に寄せて、そうなぞるようにして。やっぱり女子はそこで苦労する。次あと2回やってできんかったら、うん、アイテムを授けよう。チートアイテムを授けよう。きた、企画だよ。でやれ、マミで入れる。あ、その前にチューブが皆さんタイヤキーの必要性がやばいっす。手めっちゃ痛い。企画だわ。まあでもこういうグリップ性のある手袋ですね。これウレタン手袋ってやつなんですけど、こっち側がウレタン素材でキュッ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 いうタイプのやつなんですけど、そういうのあると素手よりははめやすいです。確かに、この普通の軍手とかやったら、うん、普通の軍手だとツルツル滑っちゃうからね、グリップある。私おすすめするのはウレタン手袋ですね。はい、確認終了して最後に空気を入れる。まっすぐ刺してください。そうしないとバルブが折れちゃう。はい、でこれで何百回ポンプしました。終わり目、終わり。時計回りに回す。で、閉まったの確認したらパンク修理完了です。一人でできるもんチャレンジ成功、おめでとう。まさかのタイヤキー不要。マミすごいじゃんって思った人は
高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひお願いいたします。でもパンクしたら助けてください。パンクしたら助けてあげてください。これマミに買ったタイヤキーなんだけど、うん、最後にここ硬いでしょう、うん、そういった場合に、うん、ここの溝ね、うん、にこうやって引っ掛けてあげるの、うん、こうやってね、うん、したらまあこのリム寄せなくてもこっちの手前に引く、うん、引くとおお、すごい。あ、じゃあいらんやん。手力とか、うん、だからこれは携帯用で持ってるといいよ。ただここはめるのちょっと難しいから、うん、まあ、最悪手でできなかったらこれを使ってください。なるほど、はい、差し上げます。はい、1800円です。ありがとうございます。